掃除ミッション準備。クリアランスモードオン。チャージ完了。掃除ミッション準備。チームのいい雰囲気を保つのも調査官の役割の一つ。調査官、しばらくの間、休んでいてください。回復のために、パトス料理を作ります。私も手伝います。調査官、起きてください。シロ、調査官どうしたんだ？なんで起きないんですか？エモーションデータ正常。開花ではない。心拍数も正常だが、自発呼吸が弱い。過労による昏睡の可能性あり。アスラ、直ちに心肺蘇生と人工呼吸を。人工呼吸？応急手当は、ストームアイの基礎トレーニングプログラムです。何か問題が？問題ない。わかりました。目が覚めました。おい！配属初日にトラブルを起こしてどうするつもりだ！申し訳ございません、調査長。私のせいです。パトロール中に事件現場に出くわしましたので。アスラだな。君のせいじゃない。敵があまりにも生意気すぎるからだ。状況は分かっている。上は君たちに事件の捜査を継続するよう命じている。この事件は危険だ。先行していた2つのチームも敗れてしまった。君たちのチームは結成されたばかりだし、パトスレストランを経営する任務もある。事件のことはもういい。3日後、この件を別のチームに移管する。この3日間、俺が何とかしてやるから、君たちは何もしなくていい。ここまでだ。そもそも君がそんな危険なことをすべきじゃなかったし、今回はもう少しで開花するところだったと聞いている。もし君に何かあったらどうする？あの怪たちは新人だからといって容赦するわけないだろう。
これで決まりだ。これ以上口うるさく言うならアシスタント班に帰れ。調査官、ホーウェル調査長といえども理由なく誰かを移動させられないです。本部に不服申し立てをする必要がありますか？客観的に判断すれば、行方不明事件は非常に危険であり、新人チームには不向きです。あなたが強いエモーションダメージを受けたという事実も相まって、シロのアドバイスとしては精密検査を受けていただきたいです。何の音だ？だって宇宙一キュートでスマートな天才美少女、この愛子様なんだもん。やっほー、びっくりしたかにゃ。あれ、アスラ尻尾の毛が立ってるよ。愛子、あら怖いにゃ。愛子、アクセスカードを忘れちゃって別の入り方を探していたの。犯人を追いかけさせたアスラが悪いにゃ。知らせを受けてすぐに駆けつけたからにゃ。は、調査官、こちらはもう一人の戦闘員アイコです。ちょっと派手ないでたちですが、アイコはメカニックと情報技術に関して天才と言っても過言ではありません。へへ、褒めてくれてありがとう。天才だなんてただの趣味だにゃ。そうだ、アイコはすっごいものを持ってきたにゃ。ご覧ください。エモーション粒子のデータからターゲットの居場所を正確に特定できるトラッキングキャットだにゃ。ちょっとした E システムのアクセス権限を借りれば街中の不審なターゲットを探索できるよ。さっきアスラから提供された戦闘データに基づいて、ほらここ、それとここ、なぜかこの2カ所に容疑者のエモーション情報と一致する部分が多い。失礼。 E システムは深海市全体の管理中枢であり、承認なしに管理権限を移譲することは不可能です。その借りるというのはアクセス権を盗むためにシステムをハッキングしたということでしょうか？そんなわけにゃいよ。アイコはいい子だからこっそり E システムに侵入したりはしないよ。それに盗むだなんてひどいよ。これは操作のため、技術の進歩のためだ。そうだよね、調査官。調査官がそこまで言うのなら、今回は先に行動すればいい。今宿の許可要請の埋め合わせはしますが、次はないことを覚えていてください。わかったわかった、さすがシロ、真面目だにゃ。早く行こう、アイコは犯人を裁くのが待ちきれない。2箇所あるので二手に分かれる必要があります。シロはアイコと共に向かいます。彼女が権限乱用しないように監督します。調査官はアスラと組んでください。よろしいですか？待ってください、調査官、パトス料理をまだ食べていませんよ。
行こう。やだ。ターゲット発見。怪異を倒せばいい。私に聞かせてくれないかしら。恐怖に満ちた歌。夢よ、マジックの秘密をお見せください。少佐か、これらのウサギぬいぐるみの会は腐ったれ。共犯者め、鬼め。誘拐犯の口からそんな言葉が出るなんて皮肉だと思わないか。偽善の皮をかぶっても悪であることに変わりはないだろう。ストームアイの番犬たちよ。このやめて。お姉さんたち、パパとママを助けてください。怖い、エリー怖いの。パパとママが化け物になっちゃう。エリ、旅の途中で最善を尽くすことも大切な一歩ですわ。自分の子供さえ守れない不潔な親を、すると恐怖の中で永遠にもがけばいい。エリー、私のエリー。ロドレ、娘を返せ。パパ、ママ。私の娘を返してくれ。くそ、一体エリーをどこに。ストームアイの奴らを殺せばエリーが戻ってくるはずです。調査官、気をつけてください。
フォームアップはバッチリ。参りましょうか。死にたくなければエリーを渡してとっとと消えろ。ここで止まるわけには。ストームアイの犬ども、諦めろ。お前たちの負けだ。強すぎる。バカな、こいつらはただの開花者じゃない。思い上がりにも程がある。怪をどれだけ知ってると思ってるんだ。これからも傲慢でいても構わない。いつかこの深海市は我々のものになります。ちょっとお困りかな、調査官。アイコは間に合ったようだにゃ。まだ仲間がいるとは卑怯だ。まあいい、私が望むなら周りの人間たちは皆私の仲間になる。待ってろ、すぐエリーを取り戻す。あれ、逃げた。かっこいいこと言い残して建物の中に逃げるなんて。調査官、追撃しますか。敵は強い。アイコとシロがいても勝ち目はありません。万が一挑発に乗れば周囲の一般市民を巻き添えにするかもしれません。今さら住民を避難させても遅いです。ここに来る途中すでに支援を要請していますが、最寄りの部隊が到着するまで60分以上かかります。ここ数年ストームアイはひどく人手不足で、中央区から離れれば離れるほど状況は悪化しています。南港区に近いこの場所なら、失踪事件で近隣のパトロール隊が支援のために中央区に集まったこともあり、現在の苦境を生み出しました。調査官、最近蓄積された素材は武装レベルアップの条件を満たしています。今回は自分たちでやるしかないみたいです。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。が完了しました。さらにパワーアップしました。
アイコは準備万端よ。早くあのウサギ野郎を懲らしめてやろう。パパとママは化け物になっちゃったの？ああ、忘れるところだった。子供が一人いたね。この子はどうする？外に残す？いやだ。エリーは家に帰る。パパとママに会いたい。お願い、パパとママを傷つけないで。彼らはすでに怪になった。もうあなたの両親じゃない。わかるか？エリーのパパとママはもういないの。もうアスラったら子供を驚かさないでよ。調査官、どうすればいい？大丈夫、アイコに任せて。エリーちゃんだったよね。お兄ちゃんたちは今あなたの両親を傷つけた悪い奴を捕まえに行くんだ。おとなしくついてきてくれるか？うん、エリーはいい子にする。よくぞ来ました。見届けるといい、子供を捨てる人間の末路を。死にたい。殺してくれ。私を殺して。俺のせいだ。全部俺のせいだ。死んで詫びるしかない。パパ、ママ、どうしたの？そこに行っちゃダメ。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。確かに予想以上に手強い相手だ。次は必ずエリーを連れて行きます。また逃げるつもり？このトラッキングキャットがあればどこに逃げようとも無駄よ。あれ、ちょっとなんで矢印が消えた？さっきはあったのに。先ほどの矢印と同じく突然消えたのですね。ああ、もう！エモーション検出器は街のあちこちに設置されてるでしょ？エモーション粒子を放出するだけで検測されるのに、どうやって姿を消したのよ！
らどう探せばいいのよ。深海市は超メガシティだよ。機械に頼らないで探すのは無理よ無理。それより目下の問題を解決しましょう。エリーの両親にはまだ意識が残っています。確かにおかしいよね。本来なら消えるはずなのに。しかもフルールにもなっていない。フルール？開花者が死後エモーションエネルギーに分解される。その中の強い貝のエネルギーは花の形に具現化する。そのエネルギーの塊をエモーションフルールと呼ぶ。理論上貝が十分に強い場合、死後に残るエネルギーは花の海にさえ変わるだろう。アイコ、エリーの年齢を考えて彼女の前でこういう話題をするのは控えてください。あ、ごめん、思わず答えてしまった。心配しないで、これはエリーちゃんのパパとママがまだ貝になっていない証拠だ。貝が死んだら花の海になるの？それはきっと綺麗だよね。エリーは怖くないよ。調査官、エリーの状態がおかしいです。パトス食品を使用して治療を行いますか？こちらは睡眠補助作用のあるパトススナックです。素早く精神を安定させる効果があります。成分は安全なので子供にも安心して使用できます。うん、エリーがちゃんと寝たら明日パパとママに会える。怖がらせる心配はない。どこまで話したっけ？おかしいです。前の戦闘ではすでに開花したはずです。それに普通の貝よりずっと強かった。通常の人間ではありえないことです。はい、機器によるテスト記録結果はアスラの判断と一致しています。しかし、現在の数値は初期の情緒病の範囲に戻っております。その数値だと開花者に認定できません。でも、開花は逆転が不可能でしょ？開花者から人間に戻る前例なんて聞いたことないよ。そういうむずい問題は ERC に任せようよ。アイコたちはあの悪い奴らを捕まえることに専念すればいいの。あれ？真夜中に鐘の音が？もうこんな時間だよ。今宿の時計台は労働者たちと同じように真夜中でも仕事を辞めません。
過ぎてる？時間が経つの早すぎるよ。初日からこんなに遅くまで残業するとは。ねえ、リサイクル班はまだ来てないの？リサーチ班です。リサイクル班じゃありません。すでに到着しています。アイコ、言動を慎んでください。でもみんなはいつもリサイクル班って呼んでるもん。リサイクル班？おい、誰だか知らないが、さっきの発言を取り消せ。林、声がでかい。礼儀がなってないぞ、調査官。失礼しました。リサーチ班2組の隊長、修玄だ。こいつはうちの新入りで、まだ何も分かってないやつだから、見逃してくれないか。大丈夫だ。共にストームアイで働く仲間だし、お互いを支え合うべきだ。隊長、僕たちリサーチ班がいなければ調査チームがこんなにのんびりしていられないというのに。噂話をする余裕があるなら少しでも勉強したらどうですかね。おいおい林、どうしたんだ君は。調査チームはいつも最前線で戦ってるだろう。大半のリスクは彼らが分担しているんだ。物証とエモーション残留物の回収は俺らの仕事だ。リサイクル班と呼ばれても何の問題もないだろう。あの、アイコはわざと言ったんじゃないの？みんながそう言ってるからつい。隊長、隣で物証を集めてきます。調査官、もしかしてアイコやらかした？ごめん、アイコはわざとじゃないの。本当だよ。あまり自分を責めるな。最近残業が多いからパトソル料理を食べ損なってな。みなストレスが溜まっているんだ。しかし最近市内のパトソレストランに何かあったらしい。何件も閉店になったんだ。それに対して上が全く動いてくれなかった。このままじゃリサーチ班全員情緒病になるぞ。そうだ、パトスレストランを担当する特別調査チームはいつも危険な任務に駆り出されて、死傷者が出るのもよくあることだ。調査官だって配属初日にこんなに危険な事件を調査しに来ただろう。俺には一目で分かった。調査官はとても有能な若者だ。気合十分なのはいいが、こき使われないように気をつけた方がいい。このストームアイはもう君の知っているストームアイじゃないんだ。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。機械のことならアイコが知らないことはない。
接は全ての呼びかけに応えてくれる。あなたの欲求を満たしてあげれば、調査官。この雪の結晶をお礼に受け取りなさい。この猫耳には多数の